皆さんこんにちは、 CSK とサトシです。サトシさんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、前回に引き続きご納車されたばかりのサトシさんのレクサス NX 年次改良モデルについて触れていこうと思うんですが、今乗っていただいているのは私の父親の初期型のレクサス NX のバージョン L のヘーゼル内装となります。マークレビンさん、素敵でこのね動画を撮ろうと思ったきっかけなんですけど、今回サトシさん納車直後に乗って早速静粛性とか出だしの良さみたいなものを実感できたとおっしゃってました。で、私さすがに納車直後に運転するわけにいかないので、助手席に乗った状態でその違いとか気づけるのかちょっとやってみようみたいな話になったので、駐車場内ではあるので、あの速度出したりはできないんですが、この今鳴ってるエンジンの音含めてチェックしていこうと思います。で、同条件にするのでエアコンは 25.5 度のオート設定でやっていこうかなと思います。で、バッテリー表示が今出てますので、エネルギーフローでいくとこんな感じ。セグメントは4セグですね。で、まず走り出す前になんですけど、サトシさん、これ年次改良後のモデル違いましたね。ねえ、残念ながら総帥が文句言うからね、元戻っちゃったどういうこと？これ見づらいってね。見づらいって総帥が言うから元戻っちゃった。違う。ちょっとね、これかっこいいんですけど、直感的に見るのはどうなのかみたいな感じでしたけど、まあでも結果こっちにしといた方がブランドイメージ的にはいい。そうだよ、年次改良するとこれなくなっちゃうよ。なくなっちゃうみたいです。これじゃなくて元戻っちゃう。でもこれちょっと違うんですよ。ちょっと違うんですか。そう、なんだろう、ちょっとバージョンが古いんだと思うんですけどね。古いんだ。後であっちは見てみたいと思います。やっぱ開発してるタイミングによって多分ナビバージョン変わってくると思うので、今このエネルギーフローが新しくなったりとか 3D 地図が出る世代っていうのはもう初期型 NX だけになってるので、去年の年次改良モデルもまだこれ来てないんですよ、アップデートが。そう、はい、でこの最新型もまだ来てなかった。僕はてっきり来てると思ってましたけど、来てなかったのでこの後入れていくことになるんだと思います。そしてこの地図の表示についても、この俯瞰ビューですね、上から見下ろしたようなビューである一定まで拡大するとこのように 3D で立体表示ができるように変わりました。だいぶよく作られてとても見やすいんですけど、これもこの新しい改良モデルというか、サトシさんの NX には入ってなかったので。ないよ、ね、困るよ。これ使いたかったんですよね。そうよ、これ早くしてサトシさんはあれですもんね、ギリギリ買い替える前にアップデートできて、うん、これ使ってたんですよね。これだった、ね、意外にこれいいですよね、見やすくて。これでもね、RX にもまだ来てないんですよ。だから本当初期型の NX のオーナーさんしかまだ味わえてなかった機能なんですけど、いや加藤さんのせいじゃないと。ここから改良が入ってくることになると思うので、まあ、しばし待つということになりますが、これ知らない方とか納車されて、あれエネルギーフローがダサいみたいなことになりかねないかなと思ったので、ちょっと共有で。なった俺もうさっき横でやってましたもんね。あれはい、今後のアップデートに期待しましょう。では早速でありますけれども、あの駐車場内なんで、ね、静かにと行きたいと思いますが、ドライブに入れていただいてノーマルモード発進よろしくお願いします。行きます。まあでもね、もう今 EV モードになっちゃったので静かではありますが、この踏んだ感じね、これ E4 でしたっけ。 E4 じゃないんです、 FF です。ほほほ、どうですか、このアクセル踏んでみた感じとか。そんな大きく違いは感じないですけどもね、うん、多分ね、やっぱこの10キロとか15キロの微低速では感じれる量はそれは少なくて当然なのかなと思います。やっぱり EV モード入っちゃうと静かですね。だから初期型でもこのぐらい静かということなんですよ。あら、ちょっとだけ今踏ましてもらいましたけど、はい、やっぱレスポンス、後ろからこうグッてね来るね、スピードのね、あの乗りの感覚はやっぱ年次改良の方があるね。あ、よかったんだ、なるほど、違いには気づけたということです ね。私も今横にいて、なるべく静粛性とかエンジンのうなりを聞いてるので、まあ、ちょっとそれをこの感じですね、踏んだ時の音。エンジンの音もちょっとこっちの方がね、うるさい。エンジンノイズの低減っていうのが明確に書かれてますから、そこの違いはあるのかもしれないですね。あー、エンジンの音が違うね。これ前の俺が乗ってた車と同じ感覚。全く同じ音とか。あ、うん、やっぱそれは一緒なんですね。うん、ああ、じゃあそれと比べて違うならだいぶ。ちょっと静かになってるんですよ。変わってるんだ。へえ。こんなゆっくり走ってても分かるから。
え、ちょっと早く乗りたいです。もう買えません。買いましょうか。どうですか、買えてよかった感ありますか。ある。この感覚も悪くはないですよ。あの、うん、前の自分が乗ってた車と感覚ほとんど一緒なんで、低速域でしたら。そうですね。ね、駐車場だから踏めないんで、踏んだ感覚はちょっとね、レビューできませんけども。まあこれはまた後日やれる機会があったらぜひというところでお願いしたいと思いますが、いやいいですね。あとね、サスも違うかもしれない。あ、それこそ剛性が上がってるので、ボディ剛性が、だからサスペンションの調整っていうよりかは、もう全体的な車両の足回りの雰囲気とか感じ方は変わってると思います。しかも年次改良去年に1回やってて、今回もう1回やってるので、いや、より感じやすいんだと思いますよ。横からのこれ見てくれます？はい、開きっぱなし。開きっぱなしのあの街道が前回の動画でした。一押しのこれずっとガラスルーフやりたかったチルト状態のことをおっしゃっております。スノーが3本入ってる、もうまさにドラゴン。すごいですよね、これ2年以上乗った車を買い替えてもこのテンションで入れるわけですから皆さんバカだと思わないでいや、いいことですよ。それだけ魅力がある改良だということが言えるんじゃないかなと思います。そうですね。はい、ということで先代というか初期型の NX のハイブリッド2駆試乗完了です。では早速、はい、新型に移りましょう。移りましょう。では年次改良型のこちらのレクサス NX 失礼したいと思います。本当に F スポとは思えないこの鮮やかさ、素晴らしい。そして不満そうなサトゥーシーさんの視界の先にはそうすい、どうしてくれるんですかこれなんで僕のせいみたいになってるんですかこれエネルギーフローがね、旧型。いや、なんかでも昔のまんまじゃないですか。昔のまんまですかこれ。あ、なんかホイールこんなだったかなみたいなぐらいな感じ、うん、まあでもこれに逆戻りってことは考えにくいので、これからちゃんと変わるんでしょうというところを期待しましょう、うん、まあめったに見ないですからね。まあそうですね。でエネルギーフローがここに映んないんですよ。あ、映りますよ。え、映る？それカチカチいじってください横に。エネルギーモニター、なんだそれ。エネルギーモニターだってよ。あれ、そこにタッチトレースオペレーション表示されます？なんすかそれ。だって下に出てるじゃないですか、タッチトレースオペ。え、今ヘッドアップディスプレイついてないですか。ついてるついてるついてる。え、難しいこと言わないでください。どういうことですか。ちょっと見せてください。あ、本当だ。このですね、タッチトレーサーオペレーションといいまして、このステアリングスイッチが電子制御式になっているので、何のスイッチはそこに割り当てられているのか随時変わってしまうので、今どこを操作しているかっていうのがこのね、ヘッドアップディスプレイというガラス投影式のモニターに出るようになっていたんですが、なぜか今回のこの年次改良モデル、操作中に下にも同じような表示が出るようになってますね。いや、ちょっとこれバージョン変わってるってことになります。7インチモニター、どうせ今後フル液晶メーターになっていく中で、まさかここで仕様変更入るとはちょっと思ってなかったんですが、サトシさん、これ多分エネルギーフロー出ちゃいますよね。あ、あら、指離したらほら、あら、出たね。出るんですよ。EV 走行比率も出ます。あら。いや、でもちょっとびっくりですね、これ。そうか、変わったんだ、これ。はい。変わってます。あの、エネルギーフローじゃなくてね、ここに出したいのこれなんですよ、これ。あー、四駆のこの駆動制御。そう。なるほどなるほど。あ、確かにそれフル液晶メーターがついてる車種、例えばクラウンスポーツとかは出せましたけど、うん、出ないよ。これ出ないですね。俺これ欲しいのよ。まあこだわって E4 選択してますもんね。雪国じゃないのに。それあの奥様に動画でバレて書かれたらしいって、うん、言われたらしい。そうだよ。それのせいでバック買えって言われましたからね。そうだった。あ、危なかった。余計に欲にしたんだからストーブを還元しろだっていうね。そういうことっす。いいですね。家族が触れてるエピソード。これはね、出てほしかったのよ。なんかやっぱその一部出せたり出せなかったりもあるし、一番はやっぱ燃費も通算平均燃費だけじゃなくて、毎回始動してからの燃費を随時出してくるようにしないと、つどつどなんでしょうね、燃費を気にして走らなくなるっていうか、もうどうせ荒い運転しても変わらなくなってきちゃうっていう風になっちゃうので、レクサスさん早くこれフル液晶メーターじゃない車種も始動後平均燃費を出す。あ、もっと言うとフル液晶メーターだとしてもクラスポとかは出せるけど LBX は出せないので、まあ、ちょっとサトゥシさんに今この話しても何のことやらって感じだと思うんですが、うん、レクサスさん始動後平均燃費出していただくようにお願いいたします。そうですね、これナビゲーションっていうのの設定するとこれが出るんですけど、このナビゲーションじゃ何の役目も立たないですけど、これな、何をナビしてるんですかこれ。これはね、確かに私も思います。これ方角だけ出してるんですけど、今目的設定してないじゃないですか、はいはい、でこれ目的設定しますとですね、一般道を通るルートです、実際の交通規制に従って走行してください。なんか印つきましたね
見えねえ。なんか思ってたと違う。なんかチョンってチョンってのは出ましたけど、方角が出てますね。あ、そっち向いてるよって教えてくれるの？そう。ただあの曲がり角とかに行くと、確かあの右方向左方向って表示に変わったと思いますけど、まああんまりちょっと実用的じゃない表示にはなってるって感じですね。却下。これかなやっぱ。ちょっとですね、先ほどの表示が切り替わったとかのを見て、この、まあ、タッチトレーサーオペレーションって右と左にカスタムで割り当てられるんですけど、まあ、今のこのねエネルギーフローとかを切り替えるスイッチって左右に割り当てられてます。でこの左右の操作ができることで情報切り替えができるんですけれども、この右側にはですねクルーズコントロールとかのスイッチが配置されている関係で、クルーズコントロールをオンにするとここのね左右の操作があの切り替え表示が使えなくなっちゃうっていうちょっと残念仕様に2021年からなっておりまして、それをまあクルーズ中でも使えるようにすべき、結局クルーズのオンオフってここでできるのでっていう話なんですけど、まあ、それができないんだったらこの左右の切り替えはこっちのカスタムに当てられるようにしてほしいななんていうのをヘーゼルナイソーの意見と一緒に僕らもお伝えとかしてはいますが、それがね今回入ってるんじゃないかなってちょっと期待しちゃったんですが、残念ながらですね右側の内容と同じこのディスプレイ表記を左側のカスタムに入れようと思っても今回入れることはできなかったので、このあたりはまだ改良されてないということになるのかなと思います。これバランスですか、なんかの。そう、これは G センサー G モニターですね。 G、 はい、あの昔一緒にサーキット行って暴走した動画あったじゃないですか。はい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 、あそこでサトゥーシーさんものすごい形の波形になってたと思うんですけど、恥ずかしいね。あれをあの同じように簡易的に見てくれるやつなので、急発進急加速急旋回がなければ綺麗な円状になってくものになります。まだね買ってすぐだし荒い運転してないから綺麗ですけど、まあ、これが次会った時にどれぐらい荒ぶってるかによってサトシさんの運転の度合いが分かると。これかっこいいね。かっこいいですよね。俺これにしてる。私も最終的にも RX ではこれともう一つあのターボ車だけはターボのブーストメーターがついてるんですよ。あ、ずるい。まあ見ても何にもよく分かんないんで見た目だけなんですけど、もうそれにしちゃったりしてます。だ7インチメーターで、まあ、どうせ出せる情報も少ないしそんな見ないよって人はこういうふうにかっこよさを重視して表示してもいいかもしれないですね。使わないけどね。まあそうですね。あれ見たところでサトシさんブレーキとかちゃんと気をつけたりはしないですもんね。うん、分かんない。分かんない。でもかっこいいからこれにする。うん、これがいい。ではそろそろですね、本来の目的となりますが 25.5 度設定のエアコン同条件に設定させていただいて安全運転で走っていこうかなと思います。行きます。はい、それでは出発したいと思うんですが、はい、あれですね、アンビエントライト白い靴履いてるからフットランプ結構反射してるし、あそこのドアポケット下つけました、ディーラーオプションで。つけてますよね、それ。何もやってないよ、俺。それディーラーオプションですよ。え、どれディーラーオプション？いや、絶対つけてた。つけてたはず。つけてた？つけてた気がする。ここ？あそこついてますよね。明るくついてる。まあ、これはですね、今日夜にまた一緒に撮影しようと思ってますので、アンビエントライト明るくなってるのをその時ご紹介できればと思いますが、今ちょっと気づいちゃったんで触れちゃいました。ありがとうございます。美しい。美しい。では早速出発しましょう。よろしくお願いします。安全運転で行きます。はーい。出だしは変わらないですけども、うん、静かですよね、こっちの方がね。しかもだってこれ今ルーフ開いてましたからね。あ、開いててこれなんでちょっと閉めちゃいましょう、うん、あとねこれね、初期モデル乗ってる人だったら分かるけど、F スポーツのガタガタ感がちょっとね軽減されてるんですよ、うん、サスが柔らかくなったのかなと思っちゃったんですけど、そうでもないです。だから剛性が良くなったことによってブルブルガタガタしにくくなってるかもしれないですね。剛性ってそういうもんなのか。いやでも待って、ちょっと私でも分かるかもしれない。本当？あ、でもエンジンの音の雰囲気ちょっと変わりました ね。なんかちょっと違うんですよ、うんうん、ボリューム自体がめっちゃ減ってるっていうよりかこうやっぱ音色が変わったというか、うん、なんかノイズを低減っていうのがそれにふさわしい言い方なのかもわかんないですけど、あれ静かじゃないですか。静かになっちゃった。静かになっちゃった。だって今時速十何キロっていう徐行の速度ですからね。そう。それでこの、いや静か静か。静かなもんですよ。いや、サトシさんこれ。もうあれですよ、普通に一般道走行編やりましょう、別のもので。佐藤さん運転してるとこで出ちゃいますね。え、これもう出ちゃいます。出ちゃうか出ちゃいましょうかね。え、もうそういう風に言いたくなるぐらいちょっと違いを感じれる気がしてきました。うん、うん、
いやでもこれ多分踏み込んだ時の加速とかもうさっきの話ちょっと違うって話なので、うん、そのあたりやっぱり一般道出ないとチェックできないところはありますが、このちょっとの区間走っただけでも静かなのが分かります。そうですよ、もうこれ駐車場の移動用のスピードですからね、はい、それで違いが分かるから、すごい、元々乗ってる人は絶対分かるよね。オーナーさんは確実に分かりますよね、うん、私みたいな今日ちょこっと乗ってきただけのね、初期型 NX 乗ってきた人間でも分かってるので、であれ乗っててもうるさいとかないんですよ、うん、ただ踏み込んだ時によって、このぐらいのボリュームになることあるんだなぐらいには感じながら走ってたんですけど、あーすごいわ、音消したんだねこれね。うん、だと思いますよ。へえ、ちょっと想像よりも良かったので、これはもう間違いなくサトシさんと一般道走る動画撮っていきたいと思います。皆さんご期待いただければと思います。改造するんだね、こうやってどんどんと。改良ですね。改良ね。やんちゃな感じになってましたね。そうだから、こうすることによって、まあ、毎年のように改良していくことになった今の方針だと、買い時が分かんないとか、買ったのにまたすぐ改良が出ちゃうっていう意見もあるんですけど、でももういつでも買い時ってことですよ。そういうことですね、うん、その時、まあ、強いて言えば毎年年次改良行われるので、そういうのがどうしても気になる方は改良直後にオーダーするっていう風なぐらいでいいと思いますけど、うん、いつもが旬ですこれは、うん、なんかマイナーチェンジを待たなきゃ買えないっていう昔の常識が、そもそもマイナーチェンジが廃止っぽくなってる今でいくと、うん、やっぱこういう年々の改良がとても重要になってくるんだなということを、まあ、改めて感じるいいきっかけになりました。ありがとうございます。いつ買ったってその時の一番いい状態で、ね、早く買った人は納車が早い、でも後から買ってもその分中がバージョンアップされてるって、もういつでも買い時ですよ、ね、いつ買ったっていい。たまたま、ね、自分が好きな仕様がそこに入ったら、ああじゃあ今回買おうかなでもいいですし、次何が変わるんだろうって待ってたらね、永遠車買えますよね。そう、まあ、そうなんですよ、それはありますね、特に昔ほどマイナーチェンジとかフルモデルチェンジがはっきりしてないので、余計変に悩むよりはその現状の仕様でいいと思えるのであれば買えばいいですし、何よりも一般の方って我々はちょっとおかしい方なので、普通は今乗ってる車の車検のタイミングとか予算とかライフスタイルの流れとかそっちの方が重視されるので、そういう意味でいけば今 NX を買うこと自体はすごくお勧めできるっていうのは改めて今日実車を見て分かったのかなと思います。いいよ、今なんかね EV モード入ってなくて結構割とエンジン音鳴ってるんですけど、うん、その状況下でも静かでしょ、少し静かですね、うん、例えば NX と RX の車音の差すごいんですよ、特にターボエンジンとか、そのターボエンジンの差ほどの劇的なではないです、でも違いが明らかに分かるし、さっきおっしゃったようにまさに毎日のように乗ってるオーナーさんは多分乗ったら分かるので、まあ、試乗してみてもいいかもしれないですね。そうですね、来年の改良もまた多分ね順調にいけば春先頃にあると思われますけど、来年の今ぐらいだともう購入してから3年を超えちゃって車検を通してるオーナーさんもいると思うので、初期 NX 買って車検通したくないよっていう方はこのモデルを買わないといけないっていう人も出てくるかと思います。現時点で半年近い納期待ちになってますので、そろそろが決断のタイミングになると考えると一回試乗に行ってみてもいいのかなと思います。人気出ちゃうよこれ。いやそりゃそうですよね、うん、今回の自分の買い方はね、ヘーゼルナイスを出たら買うよっていう風な、決めでね、でそれで出るよってことだったんで買ったので、もう皆さんも買い方そういう風になってくるんじゃないですかね、うん、フル液晶メーター持ってますっていう人もいますしね、うん、フル液晶メーター年次回路入ったぞ、じゃあ買うかって買って、うん、で次の年にもう一個回路が来たよって言ったって、まあ、それはねそれでね、そう簡単にやっぱね車って1年とかで買い替えるのは得策じゃないし、うん、なんなら今回サトシさん2年ちょいっていうのも結構暴挙に出てるというか、そうよ、結構な差額出してますよね、それはリセールがいい車悪い車とかの次元じゃなくて、うん、新車を買った1年目2年目っていうのは値落ちが激しいんです、どんな車も。だってレクサスホンダの人ってたかだかって言ったらあれなんですけど50万100万安いから2年落ちの2万キロを買うかって言ったら買わない人の方が多いじゃないですか。買わないですよね。買わないですけど、そうだからそういうのが働いちゃうんですよ、こういう価格帯の車になっちゃうと。なので、まあ、頃合い的にはやっぱ3年落ちたりとかねして値下がりもある程度しないとなかなかっていう買い手がつかないっていうのはあるので、一時あったよう なんか新車買ってすぐ売ったらプラスになるみたいな、うん、あれこそが異常値なので、まあ、我々お互いにね
刺激し合って買ったりとか、私も140万ロストしたりとかしてます。ああいうのは本当にですね、あのノリでやるものじゃないのでちょっと冷静になって皆さん購入をいただくのがいいと思いますが、そろそろ3年になる初期型NX オーナーの方、今欲しいなってちょっと気になった方はぜひ市場に行っていただくといいんじゃないかなと思います。これはいいと思いますよ。またこの NX の新しい改良点のアンビエントライトとか一般道走行編はサトシさんに別途お付き合いいただきたいと思いますので、はい、引き続きこれからもよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで本日の動画は以上となります、はい、この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 X や Instagram のフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。